プリオンは、タンパク質からなる感染性因子である。一般的用法として、プリオンとは、理論上の感染単位を意味する。科学的表記で、PRPC は、多くの組織に認められる内因型のプリオンタンパク質を指し、他方、PRPSC は、神経変性を弱気するアミロイド半形成の原因となるミスホールド型の PRP を指す。プリオンの語は、 タンパク質性能を意味するプロッタネシャスと感染性能を意味するインフェクシャスの頭文字に加えてビリオンとの類似から派生して作られた合成語である。現時点でこの性質を有するキチンシは、いずれもタンパク質の誤って折りたたまれた状態を伝達することにより増殖する。ただし、タンパク質素のものが自己複製することはなく、この過程は、 宿主生物内のポリペプチドの存在に依存している。プリオンタンパク質のミスホールド型は、牛の牛海面上脳症や、人のクロイツフェルトやコブ病といった、種々の哺乳類に見られる多くの疾患に関与することが分かっている。基地の全プリオン病は脳などの神経組織の構造に影響を及ぼし、現時点でこれらはすべて治療法未発見の致死的、疾患である。 プリオンは仮説によれば、異常にリホールドしたタンパク質の構造が正常型構造を有するタンパク質分子を自身と同じ異常型構造に変換する能力を持つことで電波感染するとされる。基地の全プリオンはアミロイドと呼ばれる構造体の形成を誘導する。アミロイドとはタンパク質が重合することで密集したベータシートからなる凝集体である。 この変形構造は極めて安定で感染組織に蓄積することにより組織損傷や細胞死を引き起こす。プリオンはこの安定性により科学的編成剤や物理的編成剤による編成処理に耐性を持ち除去や封じ込めは難しい。プリオンの様式を示すタンパク質は菌類でもいくつか発見されているが、哺乳類プリオンの理解を助けるモデルとなることから、 その重要性が注目されている。しかし、菌類のプリオンは、宿主内で疾患につながるとは考えられておらず、むしろタンパク質による一種の遺伝的形質を介して、進化の過程で有利に働くのではないかと言われている。1960年代、放射線生物学者のティクバー・アルパート、生物物理学者のジョン・スタンデグリフィスは、伝達性海面上脳症の原因は、 細菌でもウイルスでもない、タンパク質のみからなる感染性因子によって引き起こされるという仮説を提唱した。この仮説は、スクレーピーやクロイツフェルトヤコブ病を引き起こす謎の感染性因子が拡散を損傷するはずの紫外線放射に耐性を持つことの発見を説明するために提唱されたものだった。フランシス・クリックは分子生物学の セントラルドグマセントラルドグマオブモレキュラーバイオロジーの修正版の中でスクレーピー電波を説明するグリフィスのタンパク質単独仮説の潜在的重要性を認めている。クリックは論文中でタンパク質からタンパク質 RNA、DNA へ一時構造情報が伝わることはないと主張したがグリフィスの仮説がセントラルドグマの判例となる可能性をはらんでいる。 ことも言及した。この修正版セントラルドグマを定式化した理由の一部に、当時、ハワード・テミント・デビット・ボルティモアによって、発見されたばかりの逆転者に対応することがあったが、テミント・ボルティモアは1975年にこの、業績で、ノーベル生理学医学賞を受賞しており、タンパク質単独仮説も、未来のノーベル賞の、大本命と考えられるようになった可能性がある。 1982年、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のスタンリー B、プルシナーは彼のグループが仮説上の存在だった感染性因子の生成に成功し、同因子の主成分が特定のタンパク質一種類であることが判明したと公表した。プルシナーはこの感染性因子をプリオンと命名したが、プリオンを構成する特定のタンパク質自体はプリオンタンパク質の名で呼ばれ、 感染型と非感染型の両構造を取り得る物質として扱われる。1997年、プルシナーはプリオン研究の業績により、ノーベル生理学医学賞を受賞した。プリオンを構成する、タンパク質は全身に見られる。タンパク質で、健常な人や動物にも認められる。ただし、感染部位で見つかる PRP は異なる構造を取り、プロテアーゼに耐性を示す。 PRP の正常型は PRPC、PRP の感染型は PRPSC と表記されるを意味する。PRPC は明確な構造をとるが、PRPSC は多分散 k として比較的不明確な構造をとっている。PRP はインビトロでは程度の差はあれど明確なアイスフォームに折りたたまれやすくなり、これがインビボで病原性となる。 アイソフォームとどのような関係を持つのかは未だ明らかにされていない。PRPC-PRPC PR は細胞膜上に存在する正常なタンパク質である。人の場合は209アミノ酸から構成される分子量35から36系だのタンパク質で一つのジスルフィド結合を持ちアルファヘリックス構造を多く含んでいる。 いくつかの異なる膜トポロジー型が存在し、透視室にアンカーされたい種類の膜表面型と二種類の膜貫通型がある。機能は未だ完全には解明されていない。PRPC は同音と更新は的に結合する。この意義は不明であるが、おそらく PRP の構造化機能に関係しているのではないかと推測されている。PRPC は プロテーナーゼ系により、即座に断片化されるほか、インビトロでは、ホスホイノシチドホスホリパーゼシーが、クリコシルホスファチジルイノシトール糖脂質アンカーの、配列を触媒し、PRP を細胞表面から有利させる。PRP が、神経細胞の細胞間接着に機能することや、脳内の細胞間シグナル伝達に関与することが示唆、されている。 PRPSC-PRP の感染性、アイソフォームである PRPSC は、正常型の PRPC のコンフォメーションを変化させて、感染性のアイソフォームに変換する能力を持つ。変換された感染性アイソフォームは、今度は別の PRPC のコンフォメーションを変化させ、これが繰り返されていく。PRPSC の正確な三次元構造は、 明らかになっていないが、PRPC に多く含まれていた、アルファヘリックス構造の代わりに、PRPSC では、ベータシート構造が高い割合を占めている。この異常なアイソフォーム同士が凝集すると、高度に構造化されたアミロイド繊維が形成される。このアミロイド繊維が沈着すると、アミロイド藩になる。個々の繊維の末端は、自由なタンパク質分子が結合できるテンプレートとして、 働き、これによって繊維が伸長することが可能になる。感染性の PRPSC と同一のアミノ酸配列を持つ p r p 分子のみが伸長する繊維に取り込まれる。PRP の機能については依然として物議をかしているが、同依存的に抗酸化剤として働くことが報告されている。PRP の正常機能の一つとして、 長期記憶の維持がある可能性が示唆されている。マグリオラは PRPC をコードする遺伝子を欠損したマウスが海馬の長期増強に変化を与えることを示した。2006年にホワイトヘッド研究所は肝細胞における PRP の発現は骨髄の自己複製に必要であることを示した論文を発表した。この研究はすべての長期的な増血幹細胞が 細胞膜上に PRP を発現すること、また PRP を欠損した幹細胞を持つ増血組織は細胞枯渇に高い感受性を示すことを明らかにした。顕微鏡で確認できるほどの微細な穴はプリオンが感染した組織切片に見られる特徴である。これがスポンジ状の構造を作り出す。プリオンは中枢神経系で 細胞外凝集することで正常組織を破壊するアミロイド肺を形成し神経変性疾患を引き起こす。この組織破壊はスポンジ状の穴が現れるのが特徴であるが、これは神経細胞中で起こる空胞形成によるものである。その他では生にカ症や炎症反応欠如といった組織学的変化が現れる。 プリオン病の潜伏期間は一般的に非常に長く一度症状が現れると疾患は急速に進行し脳障害や死へつながる。神経変性に関連する条項としては不随意運動、認知症、運動失調、行動変化、人格変化などが現れる。現在までに知られているすべてのプリオン病は治療法が発見されておらず実施性である。しかしマウスでは プリオン感染に対するワクチンが開発されており、人のワクチン創生の手がかりになることが期待されている。さらに2006年には一部の科学者により、プリオン酸性に必要な遺伝子を欠損した遺伝子組み換え牛が開発された。これはプリオンタンパク質を高度する遺伝子を欠損したマウスがスクレーピーのプリオンタンパク質の感染に耐性を 持つという過去の研究結果に基づくものであった。多種の哺乳類がプリオン病にかかるが、これはプリオンタンパク質が全哺乳類の間で高い相動性を持つためである。しかし、主観に見られる PRP にはわずかな違いがあるため、種の壁を越えてプリオン病が伝達することが起こりにくくなっている。種の壁を越える例としては、 人のプリオン病である変異型クロイツフェルトヤコブ病は、通常ならば、牛に感染し牛界面状脳症を引き起こす、プリオンによって発病すると考えられており、その感染経路はプリオンに感染した牛肉である。プリオンが原因となる疾病には、下記のものがある。プリオンでエンパ機構モデル現在、プリオンの正体や一般的性質はよく理解されているが、プリオンの感染、 電波のメカニズムは未だに謎に包まれたままである。よく言われる仮説は、異常型のプリオンタンパク質が、正常型のプリオンタンパク質と直接相互作用して、正常型の構造を異常型に変換するというものである。また、タンパク質 X プロテイン X 仮説というものあり、未知の細胞性タンパク質が、運搬体として、PRPC と PRPSC を近接させ、 複合体形成の手助けをしているのではないかという仮説である。現在の研究によれば、哺乳類におけるプリオン感染の主要経路では、経口摂取である。堆積したプリオンは、動物の死骸から、尿や唾液などの体液を介して土壌に流出し、粘土やその他の無機物と結合するのではないかと考えられている。プリオンが血液感染するかどうかは、 2014年7月、現在、判明していない。日本などでは、狂牛病汚染地域からの帰国者の献血を禁じる、措置をとっている。拡散を有する、感染性因子は、継続的な複製を行うためにその拡散が、必要である。一方、プリオンの場合は、正常型のタンパク質に対して起こる作用によって、感染性をちいている。したがって、 プリオンの不活性化には、その正常型タンパク質を変成させて、異常型への変換を不可能にすればよい。問題はプリオンが、プロテアーゼ、熱、放射線、ホルマリンの処理に耐性を有していることであるが、それでもこれらの処理によって、感染能を下げることは可能である。プリオンを効果的に除去するためには、タンパク質を下水分解したり、還元したり、 三次構造を破壊したりすることに頼らなければならない。例としては、漂白剤、化成ソーダ、LPH のような強酸性海面活性剤が有効である。プリオンは摂氏134度において、加圧型蒸気オートクレーブで18分間処理することにより、変性、不活性化する。プリオンの変性、不活性化のために、 オゾン滅菌を用いる手法も現在研究されている。完全編成したプリオンを感染型に復元することには未だ成功していない。しかし、部分的編成したプリオンは特定の人口条件において感染型に復元することはすでに可能になっている。世界保健機関はプリオンの混入を防ぐためにすべての耐熱手術器具に対して 以下の3つの方法のうちのどれかで滅菌することを推奨している。1N の水酸化ナトリウムに浸し、重力置換式オートクレーブにより、摂百121度で30分加熱処理した後、汚染除去し、水で洗浄した後、通常の消毒処理を行う。1N の水酸化ナトリウム、または、ジア塩素酸ナトリウムに1時間浸し、器具を水中に移し、 重力置換式オートクレーブにより、摂氏121度で1時間加熱処理し、汚染除去した後、通常の消毒処理を行う。1N の水酸化ナトリウム、または、ジア塩素酸ナトリウムに1時間浸し、水で洗浄し、オープンパンに移し、重力置換式オートクレーブにより、摂氏121度で、時間加熱処理もしくはポーラス、ロードオートクレーブにより、 摂氏134度で1時間加熱処理を行い、汚染除去し、通常の消毒処理を行う。プリオンとは疾患の原因となる病原体であろうかそれとも他の因子によって引き起こされた単なる症候に過ぎないのであろうかこの問題は、依然一部の研究者を中心に議論の的となっている。以下に、現在提唱されている仮説を紹介する。 タンパク質単独仮説プリオンが発見される以前、すべての病原体は拡散によって自己複製を行うと考えられていた。タンパク質単独仮説プロテイン、オンリーハイポセシスによれば、タンパク質構造が拡散の助けによらずに自己複製する能力を備えているとされる。この仮説は発表当初、複製情報の中心的運搬体が拡散にあると記述する、いわゆる 分子生物学のセントラルドグマと矛盾するとして、議論をかした。タンパク質単独仮説を支持する証拠に、以下のものがある。タイ仮説2007年、ダートマス・カレッジの生科学者、スラチャイ・スパッタポンらは特定の因子から構成される、プリオンを新しく生成したと発表した。彼らは、プリオン形成に必要なポリアニオン系分子が、p r p 分子と選択的に結合して、 高神話的な複合体を形成していると報告し、この発見により、感染性のプリオンとは、複数の宿主因子から構成される病原体であり、PRPSC 単独が病原体であるわけではないとする仮説を提唱した。ウイルス仮説タンパク質単独仮説は、今日までの実験結果に対して、ウイルスの存在を仮定すれば、最も簡単に説明できると考える。 研究者によって批判されている。イエール大学の神経病理学者、ローラ・マヌエリディスは10年間以上にわたり、プリオン病の原因を未知のスローウイルスとして主張している。マヌエリディスは2007年1月、スクレーピーに感染した培養細胞のうち10%以下の細胞にウイルスが存在することを確認したことを示す論文を発表した。 ウイルス仮説は伝達性海面上脳症の原因を PRP に結合した複製可能情報性分子であると主張する仮説である。スクレーピーや牛海面上脳症など多くの伝達性海面上脳症は特徴的な生物学的性質を有しているがウイルス仮説の支持者はこの特徴をプリオンで説明することができないと主張する。ウイルス仮説を支持する証拠は 以下の通りである。重金属中毒仮説デビッド・アル・ブラウンの発表によれば、プリオンタンパク質が同様に結合すると、スーパーオキシドディスムターゼ活性を獲得する可能性が示唆されている。ブラウンは、この活性を失うことにより病気が引き起こされると予想した。マーク・パーディーは、銅とマンガムを異常量を含んだ環境や餌などがこの、 検証を促進するのではないかと予想した。PRP をコードする遺伝子として、PRNP 遺伝子がすでに発見されている。遺伝性プリオン病のすべてのケースで、PRNP 遺伝子上に変異が認められている。現在までに異なる多くの PRNP 変異が同定されており、これらの変異が何らかの形で、正常型である、PRPC から異常型である。 PRPSC への自発的変換を起こりやすくしていると考えられている。このような変異は PRNP 遺伝子全体で発見されている。一部の変異では PRP の N 末端にあるオクタペプチド反復領域の拡大が認められる。その他遺伝性プリオン病の原因として同定された変異の子供番号に102、117、198、 百七十八、二百、二百十、二百三十二、百七十八、一種類のプリオンタンパク質がパダスパーアンセリナで見つかっている。菌類のプリオン研究は、哺乳類プリオンのタンパク質単独仮説の強い、支えとなる結果を与え続けてきた。その方がは、プリオン状態の細胞から抽出した生成タンパク質が正常型のタンパク質をインビトロにおいて、 感染型のタンパク質に変換すること、またこの過程でプリオン状態の特定の方に対応する情報が保存されることを示した研究であった。プリオンへの変換を促進するタンパク質内領域であるプリオン領域にも光が当てられてきた。菌類のプリオンによって明らかになってきたプリオンの変換機構はすべてのプリオンに適用できる可能性があるが、 哺乳類のプリオンが独立の機構で作動している可能性もある。近年の計算機モデリングの発達により PRPC の空洞部位に結合することによりコンフォメーションを安定化し有害な PRPSC 量を低減する化合物などをプリオン病の治療に役立つ化合物の同定が可能になった。ジャーナリストリチャード・ローズの著書死の病原体プリオンは クール病、恐牛病、スクレーピーなどにまつわる1998年までの研究史を解説している。タッチストーンから出版されたペーパーバック版にはウイルス仮説を解説した後書きが掲載されている。食品安全性基準をめぐる公共政策論争について幅広く解説されている。フィリップヤムのザパサーロジクルプロテイン、マットカウ。 クロニック・ウェイスティング・アザー・デッド・リー・プリオン・ディジージスは死の病原体プリオンに比べると政策問題に関してはそれほど詳しくないがその代わりに伝達性海面上脳症の科学的側面について詳しい解説がなされている DT マックスが表した眠れない一族食人の痕跡と殺人蛋白の謎ではプリオン病の歴史について 一般大衆向けの解説が収められている。ありがとうございます。